イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さん、ひくらじは声優のイソッチこと磯村智美です。ひくらじは構成担当のシモンこと橋本優希です。自己肯定感は低いけどゲームが大好きな2人がお届けするラジオ番組、それが自己肯定感低めラジオ、通称ひくらじです。今回は2021年を振り返る 82.1 回。はい。点1ってなんすか？点5じゃないん。もう、わずかながらの回ですよ、今回は。点5にもいかない回。そういう意味での1。そうです。もしかしたらこの後また点2が刻まれる可能性もね。なるほどね。はい。今年を振り返る。まあ、一応このね、2021年、磯つべひくらじで、いろんな活動してきましたので、うん、振り返って最後にまとめで一文字発表するぐらいの流れでいいかなっていう。なるほど。何がありましたっけ今年って。今台本上にはね、うん、僕なりに磯つべひくらじを見てこれはトピックスかなみたいなことを書いてみたんですけど、はいはい、なんか引っかかるものありますか？引っかかるものかそうだな、磯つべでゲーム配信をするときにひくらじメンバー我々2人ではなく、うん、他の方のご協力を得るようになりましたよねっていう。確かにメンツが我々だけじゃなくなったっていうのは大きな変化。でも桃鉄から始まってですよね。そうね、日向井さんに来ていただいて、うん、読み上げくんがちょっと活躍しない回があったりとかしてあれをね成功させたかったね。やっぱ無料版だとダメですわね我々のコントロール下には置けないっていうあいつたまにじゃあのっていなくなるん。あとはまあコーダニキが入ってモンハンやったりですよね。ライズなんだかんだちゃんとストーリークリアまでやりましたからね、うん、ね。問題は今後の新しい追加されていくねモンスターを飼っていくのかっていう。ああ、大きいアップデートが来る夏からはもしかしたら再結集する。リハビリ必要だよね。もう結構離れちゃってるから。もうかけり虫は僕無理だと思いますね。私も割と無理かももはや操作方法を忘れている可能性が。ちゃんとね、でもアマテラス の装備は取ったりとかしたんですよ。ちょこちょこやってるんですか？アマテラスを取ったとこまでですアマテラスがどこまでわかんないけど、どこのお話なのかもちょっと僕分かってない。あの装備だけはちょっとねワンワンだから取っとこうと思って。ロックマンとかあったじゃん。でも、あ、そうなんですか。ロックマン好きなシモン氏は行かなかったんですか？ロックマンってあったんですか？なるほどね、うん、まあ、知らなかったということで全くあのイソッチ経由の伝聞で知りましたけど、はいはい、キムカイさんがあの配信が終わったらモンハンに対するこう熱がやっぱ急速にしぼんだみたいな。そう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 、これ僕も全く一緒ですよ。あれがねすごいやる気の維持になっていたみたいな。なんだろうね、イソツベでやれば断続的にやらないとなって思ってるゲームができるのではってちょっとヒムカイさん思ったらしくてFF14 を一緒にやってくれって言われたんだけどちょっとそれは無理じゃないっていう。だいぶ FF14 に時間を割くことになりますよ他にもゲストさんということで言えばディーノさんとね、うん、イソッチが友達になったという。友達になったって10年来のお付き合いと言っても過言ではないディーノさんと初めて LINE を交換するっていうね、一歩踏み出しましたね。ね、ありがとうモムテツで、あのオーバークックはあの結局スケジュールが来ずオーバークック2は勘ですよ。あれで噛んだね。また次のタイトルで ね、 そうすね、ディーノさんとテツさんお誘いしましょうよ。ちなみに今後新しいゲストの方を呼びたいみたいなそういう気持ちはあるんですか？あります限りなくないに近しい。いやいやいや、あるいやだ違う気持ちはあってもお誘いするのが大変ですよね。そんな気軽にね声かけちゃっていいのかなみたいなのがあるわけよ。でも僕はもう来年もちゃんと磯地のお尻を叩きますよ。電話番号聞いちゃえよって言い続けますよ知ってる人にかけるのだって大変なんだぞあのね、その気持ちは痛いほどわかるから、うん、他人だと押せるよね、グイグイね。好きだって言っちゃえよ。あ、よくあるやつだでもほらそういうさシチュエーションでさ好きじゃねえしってなるじゃん大体なるね、なるなるじゃん。
まあまあそうですね、難しいよね。まあでも、もうちょっとね、こうひくらじの輪、磯つべの輪を広げていくようなことはやっていきたいなとは思います。そうですね、もう本当にひくらじに出てくださる、磯つべに出てくださるっていう方は本当に心が広い方だと思ってるのでこの汚れちまった令和ちょっと待って、令和を汚れにしちゃったんだ今。びっくりしたな。そこに降り立ったもう希望のような輝きをね、探さなければならない。メシア探しですねこれね。ね、我々はそういう活動もしていかなければならないってことですよ。我々も力をつけねばならんな。いや本当ですよ、相手の方がちゃんとした方であればあるほど、まあね、我々の力というのがですね、やっぱり大事になってくるんで、ソルトの仕事を頑張ります数ではないですけど、我々も頑張って登録者さんをね増やして、ええ、相手方の例えば事務所に入ってる方だったらマネージャーさんが安心するくらいにはここだったら大丈夫ですってね、うんうん、言ってもらえるように。なんだかんだやっぱりその話は出てきますからね。そうなんだよね、ちょいちょい出てくるよね最近は。シビアな世界ですよ ね分かっちゃうからね数字がね。ほらやっぱ令和汚れてるよ令和全体がそうなのかどうかはちょっと汚れちまったな令和。もう僕としては新しいゲーム実況そろそろやりたいなっていう気持ちもあるんで、うん、だいぶ忙しくてできませんでしたが、なんか考えて。やりたいゲームはいっぱいあるんですよ本当に、うんうん、でもそれが配信に適してるんだろうかとかいろいろ考えちゃうんだよね勢いでいくしかないやっぱりね。そっか、まああとはこれをずっと配信するかは分かんないんですけどって言ってやっても OK だと思いますって言われたの。あ、それはね僕もそう思ってますよ。まあ本当、うん、でもなんか性格上ね、わかる、あーやんなきゃみたいな気持ちにはすごくなる。やっぱ爆弾解除の時にあれなこの性格は本当に僕とイソッチは本当に根が同じなんだなって思った、ね、あれね、どっちかがもっとなんか割り切る人だったら止めればいいんだよどっちも最後までやりたいって思っちゃってるから。そうなのよね、あれダメよ、あんな暴挙よ。すごいねあれ本当に、あの4000人突破企画だけは後世に語り継がれるものだよね、うん、年表があったら書いちゃうよねあれ。人生の折れ線グラフがものすごく上に触れるか下に触れるかどっちかのイベントですよどっちかのやつよね本当本当よ、まあそこからでも入ってくれたって方もいらっしゃったからまあ無ではない、無ではない、何でも無ではないですよ。我々の血となり肉となってはいますけども、はい、まあざっくり見渡してもやっぱり声優さんで最後までやってる人は他にはいませんでしたね。そうだよね、だいたいほら何回かやってさ、うん、わちゃわちゃボーン、わちゃわちゃボーンつってキャーつって終わる感じだもんねそうそう、あれを真面目に一つのゲームだとして最後までクリアしなきゃっていう人はね、ね、声優さんに限らずそんなにいないですよきっと、ね、このコントローラーでやると楽だとかねよくわからん攻略法を打ち出す、一日一回やってくださいねみたいな、なんかよくわからない宿題を課したりとかおかしいですからね。ねえ、もうでもやったからね、やってクリアしちゃってスイッチは30秒しか取れないみたいなそうね、まあありましたありました、いろいろありましたから、まあ、なんだかんだマイペースな感じではありましたけども、ゲームもいくつか実況し、うん、ひくらじは80回を超える。いやでもね、もう100ぐらいいくもんだと思うぐらいやってるんですけどね、全然100になんないんすねこれがちょっと不思議ですよね、50回ぐらいまではあなんかもう50回来たんだねみたいな感じだったんですけど、最近はあれあれってなる、意外と100回まで遠いねみたいな感じのね。なんだろうねこれ、上り坂。まあでも別に一方でそんなにあれですけどね、毎週ひくらじを撮って編集するっていうことに関しては、うん、確かに全然もう普通に毎日の生活に組み込まれましたけど、ね、あのネタがないなみたいなことも特に。ああ、その恐怖心なくなった僕。ああすごい進歩。いや多分イソッチをそういう部分でものすごく信用信頼してる感じの大丈夫、イソッチはきっと何か喋るっていう、そう掘り出す、なんだったら編集の時はイソッチは喋りすぎているっていう感じになってるそれはあるそれはある、ね、もうね締めようとしてる雰囲気はね感じてる。でもそうでしょ、それを知るかっつってそうそうそう、編集してるとね、あこれ僕そろそろ話切り上げようとしてるなっていうサインを3回4回出してるけど、イソッチ全部突破してるからさ、知るかその割には最後ね、イソッチは必ず30分目標で収めるんだっていう強い意志を出してくるから、ね、30分ぐらいがいいと思いますっていうそうそうそう、伸ばしてえのか収めてえのかみたいなね。違うのよ、どこが取れ高になってるか分かんないから不安感もあるわけよ。ああなるほどね、取れ高をなるべく確保しておきたい。そうそう、おっとイソッチさん
はい、今回 82.1 回はですね、はい、まあ、ショート版ということで、はい、約10分程度の尺に収めようと思ってたんですけども、はいはい、おー、じゃあそろそろじゃあまとめましょうかね。ではここでですね、2021年の磯つべひくらじを漢字一文字で表したらを発表したいと思います。僕から発表させていただきます。はい、この漢字一文字もさっき急遽決めたので慌てて考えたんですけども、放つです。放つ、はい、放か、放送の放ですね、はいはいはい、一応この理由としては自分自身がこう配信するっていうことに、まあ、すごく意識が向いてきて、うんうん、前はこうおっかなびっくりやってたところがどうやったらもっと面白くできるだろうみたいなことをよく考えるようになったっていうところもあるんですけど、なんかここ最近ね、磯っちのこういろんな配信とかに出演されてるじゃないですか、磯っちがね、はいはいはい、まあ、それを見てて思ったんですよ。ひくらじが一番磯っちの奥の底にある不思議な何かを解放できているなっていうふうに思ったんです。なるほど。磯っちは結構 MC とか回す立場で他の番組出られてることが多いので、うんうん、このひくらじでは磯っちが自由に時にはよくわからないことを解放すべきるようなそういう番組にしていきたいなっていうことが、まあ、この2021年強く思ったことでした。なるほど。はい、ではでは、そうですね、じゃあ私の一文字難しいんですけどね、はい、試みるしかな。その心は何でしょう。いや、もう最後の方は PS5 に振り回されてばっかりだったんでいや、ちょっと待って、なんか急に俺はな、字から想像できない縮小された話になった気がしましたけどもう聞きましょう。もう試みばかりよっていうことよ。あ、わかりやすいから今言ってるんですけど、ええ、小さいトライアンドエラーなんていろいろあるわけじゃないですか、やっぱ。うんうん、やってきましたね。ね、なんでまだまだ試みる年は続きそうだなと思いつつも、うん、21はもう試みる年でしたなっていう。いいんじゃないですか、それはすごくいいことだと思いますよ。あ、本当？うん、まあそうね、試みないと何も起こらないからね。僕もね、 YouTube とか本格的に、うん、まあ自分のチャンネルも実験的にやってますけど、うん、やるとやるだけね、新しい発見あるなって。そうね、まあその分ね、たくさん失敗もしてますけど、うん、めっちゃあるからね、こんなこと起こるんだとか、あるある、なんでこんなことが起こるのか、あとはなんかもっと説明書に書いといてくれやPS4 と PS5 の互換性があるのは大変嬉しいんだけれどその後の話があんまり説明書に載ってないからさ、この後どうすんですかってことが結構あるっていうPS5 持ってる人少ないですから、うん、そっちが開拓者としてね、ね、まとめた方がいいのかなってたまに思っちゃう。ブログに書いてくださいよ。そう、ブロードキャスト配信に関してはみんなわかんないだろうし、うん、多分見てらっしゃる方はキャプボで配信してるのかブロードキャスト配信なのかってわかんない方もいらっしゃると思うんだけれど、うん、そこをなんかしっかり書いておいた方が後々ね、始めますって方がわかりやすいのかなってね。なんだったらそれを動画にしたら意外と再生数いっちゃう可能性ありますよ。なるほど何のチャンネルかよくわかんないけど なけどねでもね、磯っちのいい声でそれを説明するっていうのは重要があるかもしれませんね。これはね、こうした方が良かった、よくわからんけどっていうなんか察してでも体験談欲しいですからね。そう、体験談みたいなね。そうね、なんか編集もちょっと上手くなるといいんだけどな、なんか遅いからな私。撮ってくれたら僕編集しますよ。なるほど何の話だこれはどうしようかな。 PS5 を今、うん、シモン氏が持ってればこういうことかってわかると思うんだけど、確かになんか持ってないから何を言ってっか伝わらなそうな気がするこれなんかちょっと爆弾解除にも似たシチュエーションですよね、うん、なんかこっちには分からないことがあるみたいな。そうそう、そんな気がするんだよね。あ、確かに。そうなのよ。まあでも、もしかしたら、もしかしたらこの磯つべからね、なぜか PS5 で配信するためには方法みたいな、全くターゲットの違う動画がアップされる日も、そうかもしれないですね。今のはちょっと分かんないですけど、はい、新しいことも、また来年もやっていきたいなというところで、そろそろお時間かなと思いますね。はい。来年も引き続き、皆さんのお便りを募集しています。公式サイトはもちろん、公式アプリからも投稿が可能です。このひくらじ公式アプリは、番組のリストに簡単アクセス。お便り投稿を称号をつけながら楽しめちゃう優れもの。ぜひインストールしてみてください。お便りを募集しているコーナーは、質問感想ひくひくエピソードなど、内容自由のふつおた。公式アプリの称号追加要望など、ひくらじを盛り上げる内容を募集。自己肯定感向上ミッション。
思い出の中の作品を探せ、思い出公開捜査。捜査中の作品は公式アプリからご覧になってください。探してほしい案件依頼もお寄せください。みんなで熱く語り合うエゴ爆発ライトニングトーク。現在募集中のテーマはゲームプレイのお供。次のトークテーマも募集しています。思い出公開捜査案件私ありますんで、お、それも近々やりましょう。新しいこれは角度ですよ。またなんか新しい角度見つけちゃったの。新しい角度のものを見つけてしまって、ちょっと皆さんの力を結集したい。なるほど、楽しみですね。はい、それでは自己肯定感低めラジオ、今年はここまで。お相手は磯っちこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。良いお年を。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしました。